牛見堂は先月まで鹿児島で有名な大型の商業施設が閉店したりしましたが、今月ですね、山形の中にある雑貨屋ワットが9月末で閉店するのですが、その後というかその後に何ができるのかと思っていたんですけど、どうやらですね、鹿児島の地元市で話題になっていまして、その中にですね、丸善エディオンができるそうです。同じフロアの方にできるんですけど、10月1日にオープンするのがエディオン鹿児島山形屋店と丸善山形屋店なんですけども、エディオンはですね、どうやらですね、エディオン鹿児島国部山形屋店の方が好調ということで、鹿児島の方の山形屋の方からお声がかかって出店することになったみたいで、もう一つの、丸善山形屋の方はですね、ワットと同じく文具や雑貨を扱ったり、高級筆記具などを拡充させるということみたいですが、もうなんかですね、山形屋でそういう高級な筆記具を買うのはですね、いろいろ思い出があったりするので非常にいいんですけども、ちょっとですね、それで思ったことが、以前までワットにあった鹿児島系のグッズはどうなるのかということですけども、どうやらですね、そのまま取り扱うということなので、今後もですね、山形屋で鹿児島のグッズを買うことができるので非常に安心ですね。新しくなる山形屋もちょっと気になるので行ってみたいですね。